今日の水戸黄門様は東映剣会の立石清家光彦さんです。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。どうも、高橋真也です。今日はね、やっぱり箸休めしようかここで、うん、それとね、あまりにもね、はい、そのマスコミも含めて今コロナの問題でね、もう芸能界が大変なんですよ。そうでしょうね。もう東映もね、その新藤さんもやっと仕事ができるようになってね、小吉の女房とか ね、はい、今やこの放送が始まった頃には撮影は終わってるとは思いますけれども、うん、そういう面ではね、今本当にこの日本の芸能界どころか世界中の芸能界っていうのは、というのは3密で成り立ってる商売ってありますよね。そうですね。例えばまあ、クラブにしたってね、ラウンジにしたって、スナックにしたって、で特に芸能人っていうのは3密を演出したり3密をするために売れてるわけですからね。うん、あの人呼んだらものすごく劇場いっぱいになるでっていうね、そうですね。そうこれしたらいかんわけですから。宝塚なんか私若い頃よく見に行きましたけど、あれ満杯やからね、客も楽しいんです、で見てる方もね、ガラガラになったらね、歌舞伎座でもそうですよね、もう本当にもうギチギチでね、わーって言って熱気がね、やっぱりありますから。で今歌舞伎ってあの大向こうのね、声かけたらいかんわけですね、そんなもん歌舞伎でね、まあ、大声を出さないでくださいっていうことですからね、ね、はい、パッとね、見えよ、ね、とこでそれこそね、なりこまやとか言うから絵になって、うん、 そうですね、その時何も言えへんかったね演じてる方ね面白ないしね、見てる方もね、やっぱあれのね、掛け声がね、あれがあって初めて、あ、かっこええと思うんですよね。盛り上がりますよ。盛り上がるし、そう、決め手ができるわけでしょ。なそれがスーッとすり抜けていくみたいなね。ねえ、これからあのなりこまやとかね、はい、そういうのなくなってね、八百屋魚屋、まあ、そういう掛け声も全部ダメだと思います。基本的に掛け声はダメそれ、ね、運動会も困るわけでしょ。そうですよね、応援できないですね。そういう面ではね、あのスポーツもせやし、本当にね、客を入れたらいかんなんかいうね、社会でね、果たしてやっぱりね、これはね、やっぱり業種的な問題だけやなしにね、全部に響いてきますからね。その時に生き残れる自分であるか、自分でないか、やっぱりね、どっかでね、真面目、これちょっとだけ真面目な話しますけどね、やっぱりね、学ばないか、いろんな面でね、だからやっぱりね、基礎的なものをどれだけ持ってるかです、そういうのをいっぱい蓄えてる人ってやっぱりね、どんな時代でも有利です、で横浜にね、私がようあの子供の頃からね、銀座松屋の古谷さんっていう百貨店のね、社長いて可愛がってくれてて、でちょっと私がね、昔から知ってるね、子でのりちゃんと面白い子がね、横浜のねお店に嫁いだんですよ。でね、飛び徳さん言うてね、でそこのね、その人の、まあ、ご主人のお父さんが初めて知った、横浜にもね、昔からの町引けしてやるんですよ。でそこがお店しはって、なかなかね面白い建物で、なんとも言え風情のあるね、いろりでね、肉焼いたりね、そばだと、今度行きましょう、美味しい。ただね、横浜でもちょっとはあの遠い方の横浜なんでね、ちょっと美味しいからね、ちょっと腰今あれやけどね、治ったらちょっと行こうかな思ってますよね。でね、そうやっぱりそういうところはね、天井も高いしね、割とやっぱ客来るんでしょうね。安心感ありますね。だから割とスペース的にも広いんでね、だから生き残るお店とね、生き残れないお店ってね、やっぱり二分化されますよね。でもいいですね、いろりで肉焼いてっていいですね。いろりでそれもね、美味しいね。銀座松屋の古谷さんってもう亡くなったけど美食家でしょ、当然、
美味しいなこれ言うて言うてはりましたけどね、また行きましょう言うてて、そこはしばらくして亡くなられたんですけどね、はい、たまにね肉食べに行ったら、あそこ肉食べたいのも遠いんでね、あれがねもうほんまにこの北新地とかあったらね、しょっちゅう行きますわ、はい、美味しいほんでね、なんでね飛びとくかな思ったらね、あのやっぱり昔の町引き師とか人は、はい、やっぱり飛びなんですよね、そうですね、うん、で佐賀飛び徳っていう名前なんですけどね、でその人の佐賀もう亡くなったけど、お父さんの紹介で、三社祭りの宮頭してる、はいはい、あの有名な神門さんを若い頃紹介された、はい、それからまあ神門さんとも仲良くしてたんですよね、はい、でその神門さんの紹介で今度は新鋭プロの、はい、はい、社長のね、うん、元歌手の山田太郎さんをとか、はい、人間ってちょっとしたつながりでずっとね、うん、元はそののりちゃんっていう面白いほんまに可愛げのある女の子がおってね、うん、女の子いたら怒られるけどね、うん、もう、うん、そのところが何十年前の話だけどシェフね、やっぱりねそういう人ってね年取ってもなんか懐かしいし面白いな、うん、皆さんそんな人おるでしょう、うん、まあまあそりゃね、で今ちょうどね今神門さんとか出まして、うん、でちょうど小吉の女房でね神門立つから出てくるわけですよ、要するに勝海舟のあれですから、 それのね7代目かなんかが今三社のね、はい、宮頭して、彼がね神輿上げ言うてからやないと、うん、三社祭り始まらない、うん、今ねまだやっぱり江戸の町火消しの連合体とかあるみたいですね、はい、やっぱりトップですもんね、そう、うん、で神門達五郎の娘が15代慶喜の、はい、あの東川さんのひいおじいちゃんね、はい、の、まあ、側室やったんです。へえ、だからこの間言うんですけれども、一橋家って家来がほとんどいないんで、うん、だから京都に登ったりするときに神門の人間がボディーガード代わりについてゾロゾロ行ってたんですけど、でその現場でやっぱり死んだりしてるんですね、はい、京都で、はい、だからそういうので、うん、たまに神門さん京都に行ったりしてましたけど、だからやっぱり歴史ってどっかで面白いな思うんですけどね、だからそういうね文化とかいろんな部分っていうのは今おっしゃったみたいに、はい、いや神門達五郎ねドラマでこうなんですよとかね、はい、うん、そういうのがねだん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 ね、うん、今回でできなくなってくる可能性ありますよね、うん、これひどなったら、うん、そうですね、で時代劇なんかもう三密丸出しですよね、で時代劇やからマスクして出てくるわけいかないですよ、あのお前も悪いよのであれとか できんようになる、ほんまにどうみんな覆面した状態で、みんな丹下さでみたいな、みんな覆面で忍者だけ、だからそういう面では盾のやり方も変わりますね、そうですよね、やっぱりこうつばぜりとかそういう動きが多かったりするとやっぱりチェックが入りますよね、その近いどうしても顔と顔を近づけたりとかってなるんで、できるだけそれはいわゆる短めっていうか、はい、まあ、極力避けて、うん、まあ、背中合わせとまでは言いませんけど、こう直接お互いのこう息がかからないような、うん、そんな無茶なみたいなね、うん、それもう盾と違うね、もう、うん、もうこうまっすぐ立ってる、いやいやいや本当にねかなり無茶な要求が全然迫力ないですね、つばずりっていうのはどんどんこう、まあまあいわゆるそうですね、まあ、力比べをするであったりとか、うん、こうしのぎを削るとかっていう、まあそういう時はやっぱり体なり顔なりが接近した状態でやるもんですからね、それとラブストーリーができん、あキスシーンとかもダメですね、それはもう大変やね、考え全部あのガラス越しかなんかでやってもらうからね、ほんまにこのアクリル板を、そうまあそれはそれでロマンチックかもしれませんけどね、いやあの列車のあのいや PCR 検査を何回かずっと続けてやってて、ずっと隔離されてて、ね、その時だけ出てくると逆にねすごい鳥ですね、うん、寺澤ちゃんこれ逆にだ、これこそが箸休め鳥、本当ですね、もうホッとしますね、
ちょっと先向いてて、もう三密はもう聞き上げたから、もう我々ぐらいは断密だけで断密で、いやあのちゃうで、僕ら言ってるのは談合する密やな、女優の断密、ちゃうちゃうちゃうセクシーな、全然、あその話してたら、この二人のうちの一人が、はい、あんなん全然飽きませんよって言うと、どちらですか、それ問題発言ですね、いやそうそう問題発言で、俺一人だけやん、そう言うて、そう大体わかるやん、わかります、大体、はい、プロデューサーってそんなん、そうやっぱりね、いろんなそのアラを探してね、そうそうそう、あのおっしゃるっていうのがね、そうそうそう、ありますから、ね、いやでもね、それはね、プロデューサーってね、結構そういう風な見方しますけど、それ綺麗な人ばっかりでは番組成り立たないからね、なるほどなるほど、ね、うまく言いますね、太い人もいたら細い人もね、まあ、大きい人がいたら小さい人もいると、宝塚もそうやもんね、そうですね、あのお手伝いさんの役の子もいるやろうしね、うん、美人ばっかりやったら ね絵にならんもんね、うん、ということは我々はどっちかって言うたら、宝塚入ったらお手伝いさんタップなくて、いや僕トイレ掃除かそやとトイレはさっきも言ってた、あそうです ね男はもう ねそれは女性は強い、うん、女性トイレも男性トイレも一人で行けるやん、そうですね、そやと男は男便所しか掃除できへんから、女便所を掃除するための女の人もう一回雇わないから、そうです、そやとこれからはね、全てにおいて女の人言う、うん、職種多いですね、うん、だからろくでなしの男ってね、ほんま生き残れない、ろくでなしの男ってどんな男、だから私なんかはね、たまたまええ時代に生きて、うん、これから生き言うたら私は絶対ダメ、うん、もうそうですね、うん、仕事とかも全然違いますよね、そうそう、私仕事したことないもん何されてるんですかいや無職やから、無職それ聞かれたら何してあるんですか、無職です、はい、もうずっとねそれを言い通してきたからね、うん、ほないや会社もしてありますやん、まあ、昔学校の理事長してて学校もしてますやんって、うん、いや仕事してる人は理事長やとかね、社長会長言うたら、うん、俺ほんま何もしてへんから無職ただそこのチームのに存在してるだけやねんって、うん、それ似た人おるよ、あそうですか、新藤さんいやいやそんなことないですよ、新藤さんはバリバリ知らんねん、東映に行ってみいな、ただほつが歩いてるだけほんでみんな、ま、周りの人間が新藤さん歩いてたら、うっすうっすって挨拶してる、ほんなら歩きながらう片手上げてうう おいあんた田中かっこいいおおいやもう東映の中では主みたいなご存在ですからそうだもう主やもう、それからさっきもね、私もそうやけど新藤さんもね、はい、どんな洗剤使ったってね、うん、心とお腹はね白にならない清家さんはどうにか、まあ、茶色で止まってる、うん、清家さんはねやっぱりね真面目やね、あるし、うん、いやいやそう見えるだけです、いやいや真面目や、一緒におっても、うん、そうですね、うん、何でかとお酒飲みに行ったら、上手におもりするもん、新藤さんセットみたいな感じになってきてます、私はねもうね、もうほんまね一流クラブ行ってもママにね、いやもう高橋さんはどんな偉い人とおってもほったらかしてますもん、ほったらかしてそう本当に、例えば江沢さんとかもね、その偉い人と事務次官経験者長官とか行くやん、ほらみんな一生懸命話しかけて会えてしはるけどね、私に邪魔くさなって掘ったらもう他の人がやってくれと、うん、私はね昨日はホステスをねベラベラ喋ってます、あなるほど、うん、それの方がええみたいやね、うん、まあね、あの女性と話すところですからね、うん、クラブは普段ほら仲ええからしょっちゅうね2人で喋ってるから、うん、そんな場所まで行ってね、海老沢さんとかね、うん、金高長官とかね、うん、熊健吾さんとね、うん、はい、そんな一生懸命喋ってのしんどいやん、あのね、だんだん仕事の話になったそうですそうそうそうですよね、熊先生って偉いなと思うのはね、うん、あの変わらない、うん、あのねほとんど無口、うん、前ほら東大寺行った時も、はいはい、うん、そうですね、
結構無口でしょ、うん、であのちょうど柱のとこで写真撮りました。あれも僕があの先生写真撮りましょうか言ったら、どこでっていう感じで探して、あのちょうどあの針のとこで、うん、ここで写真撮ってくださいみたいな。それはやっぱり建築家やからね、どこで撮ったら針が出るかって知ったな。うまいね、親父ギャグでありがとうございました。座布団一枚って言ってね、はい、それがね結局ね、あのその人の持ち味って出ますね、うんうん、だから清家さん清家さん、新藤さん新藤さん、はい、それぞれの持ち味でうまいことこれハーモニーができたんだ、うん、逆にね。やっぱり餅の味って僕醤油がいいんですけど、きな粉はいらない、きな粉はいらない。前言うたでしょ、餅はなんでかびるかいうの、寺澤さん知ってるやん。私聞きましたかねその話。餅ってなんでかびるか知ってるか。わからないです。ある時にね、はい、理事長、餅ってなんでかびるんですか言うからね、はよ、うん、食べへんからやなるほど、ね、なるほど、はよ食べたらカビ、そうですね、そうそうそう、つきたての美味しい時に、そうそう、でも餅のカビはね、ちゃんと取って、ね、包丁でね取ったら大丈夫なんですよ、ね、あれまあ、ね、なんで大丈夫なんですかあれ。いや青カビやからペニシリンの元みたいなもんやって、昔はね、はい、今どうなんですかね実際のところ。カビはええことなんですね、やっぱりと思いますけど、ね、でも正月のね、鏡餅、いや昔からそうそうそう、やっぱり15日まで置きますよ。どうしてもかびますよね。そうそう、で割れてきて固まってね、で要それを包丁でね、切ってあられにしたりね、いろいろしましたけどね、そうそうそう、昔はね、そういう風情なくなりましたね今。ないですね。逆にまず餅つきしないでしょ。ああ、それはあります、ね。まず餅を、まあ要するに鏡餅も飾ろうという家がなくなってきましたよね。ないですね。今ね、昔ね芸能界ってね、はい、割とテレビ見てても芸能人がすごくそういうのをテレビを通してでもやってたけど、うん、そういうの減りましたね。うん、そうですね、うん。だから僕がそれで芸能人で知ってって言うたら、大岡橋蔵さんの、うん、あの家で、うん、あの年末に餅つきやってましたね。あ、ちょっと大岡橋蔵さんのことを撮影所の人は社長言うてたみたいですね。社長言ってますね。なんで社長なんですか。これ僕ね、1ヶ月間ね、皆さんが、まあ、大工さんやらが社長社長おはようございますってこう言うから、うん、どこの社長やろうなんて1ヶ月間分かんない。普段の格好して入ってきはスーツ姿で入ってきはったら、どこの社長や分からへんかったですよ。で1ヶ月後に、あれどこの社長ですかって聞いたら、大岡橋蔵さんやって。僕運送してからしか挨拶せえかった。なるほどなるほどね。あれだけはね、忘れもせんしません、本当に挨拶一切せえへんかった、どこの社長や分からへんから。というのは、普段と、はい、テレビと極端に違うタレントさんって他います？あと誰やろ、あと誰がいるやろ、そんなにいないですよね。うん、最近の人はいないですね。女優さんなんてすっぴんだったらわからない方も多いんじゃないですか。そういう時は大きい大きいサングラスしてたり、いろいろともう顔を隠してきはりますけど、マスクも大きいし、サングラスも大きいし、それは、まあ、個人名を挙げるとややこしい、ね、たくさんおられますけどね。たくさんおられます。確かに若い頃ね、家計門さんと山本陽子さんと、はい、九州でゴルフ行って、うん、であと大正館いう旅館でこう酒盛りしたりしててね、はい、でその時にね、家計門先代のね、家計門さんと待ってたんですよ、はい、山本陽子さん遅いから来えへんから、うんうん、遅いですね、そやね言うて、でふと気づいたらね、うん、キャディーがね一人多いんですよ、うん、キャディーがもうなんでかって言ったら完全、はいはいはい、ね、わかります、防備してるわけですよ、日焼けの、うん、日焼けしたからんから、うん、はい、そういう人いますよね、遅いですなって言ったら、うん、いてますよ、今でも思ってますわ。最後ね、やっぱり女優ですね、あのね、やっぱりね、その時思いましたね、やっぱり女優で一流なる人っていうのはね、うん、芯がぶれない、うん、やっぱりそういう面ではね、大したもんですね、うん、本当に賢い人でしたね、うん、だから普通にいたらね、やっぱり山田陽子さん普段でもやっぱり目立ったから、はい、うん、美術館行ってもサインくださいとか、うん、こういう場所では写真とかサインはするもんじゃないですから、中には出ますよとか、うん、後で皆さんとか、うん、
で前言うと思いますけど、ほんならこう見終わって出て行ったら、はい、中庭にガーッといるわけです、うん、でその引率してる人が、うん、マネージャーさんそろそろ写真を俺は違う俺はマネージャー違うわっていい加減にせえ。いや僕もそれしょっちゅうですよ。だいたい里見さんと一緒にいるんですよ。そしたら僕はお付き人になってるんですよ。分かります。お付き人のお兄ちゃん言われて。付き人なんか私なんかそんなもん。はい言うて、いや僕はもうそのはい言うて行くんですよ。いやいや、あの草刈正雄さんとね、はい、しょっちゅう若い頃新地でほつけ歩いてる時に三葉のいい上、はい、当時会場してた人が、はい、あ、いたはんのやったら久しぶりですって言って、うん、友達紹介してよろしいか、いいよって、うん、で草薙さん連れて行ったら、うんうん、高橋ちゃんなこんな人と一緒におったら、うん、ええ女みんな持っていかれそうもうそれね、井上さんってええ人でね、うん、面白い言い方ですな、そういうことをね普通に言えるっていう、うん、それから人間ってやっぱりね、あの素の人間と演じてる人間ってありますよね、うん、で私なんかこれ演じてるんですよ、うんうん、え本当はもうずっと真面目にね、え無口なんですか、もうそうそう、もうずっとね演じてるんです皆さんの前では。それなんでか言ったらね、一人の時喋りませんもんそれを喋り相手がいないからですよね一人の時喋ってる方が怖いですね、はい、あのね、そろそろね、まあ、前半戦はこの程度で後半戦はね、それこそ聞いてる皆さんが一番知りたい芸能界の裏、それとか東映とかねテレビ局とか撮影とか、そういう風な本当に現場でしかわからない一般の人が知らない話を二人にやってもらおう思ってます。東映の裏口どこやったかだからあのこういうしょうもないこと言うたら、ええ、カットな、ね、ほんで当たり障りのない話しても、はい、カットもう言えないことを、ええ、あの言う番組やから、なるほど、もうピーが入りそうなところを言っていただくと、そうカツカツのとこね、だ、はい、から箸休めは、ええ、せやから箸休め、ですよね、今回はその箸休め前哨戦でこの辺で、はい、あのお開きいうこと、はい、では来週に期待して、はい、皆さんお待ちいただきたいと思います。今週の水戸黄門様は東映剣会の立石清家光彦さんでございました。来週も引き続きよろしくお願いいたします。お相手は高橋真也と新藤森信と寺澤奈々子と清家光彦でした。